All right, everyone, welcome to the stream. So this is probably going to be a short one. Looking at the dates, it seems that we're only going to 6:29. So yeah. Either that, or maybe I'll combine. It seems like the going to Tartarus on 6:29 is. Seems like an optional thing. Or not optional, but. It seems to be literally a farm day. It's not really required for quests other than Elizabeth's stuff. It's very interesting. They're usually not days like that in most guides. Okay. Alright, so pretty much everyone's drained out except for Junpei, and that's unfortunately due to not being many fire weaknesses. Alright, so let's see. Make sure I have at least Chariot. Cool. Just want to make sure I have a few of the normal ones. Magician, cool. Fortune. Darn, I'm gonna have to rebuy Fortune. Okay, that's totally fine. ようこそベルベットルームへ。さあ、どちらにいたしますかな。良い選択かと存じます。まだ扱いきれません。Two hermits. I think I just get rid of a hermit. こちらは強いペルソナです。どうぞご覧ください。I have to do them. どちらにいたしますかな？受けたまわりました。どちらにいたしますかな。どのようなペルソナが生まれるか楽しみ。少々見劣りするようですが。Not always some of these fusions.まだ扱いきれません。良い選択かと存じます。どちらを継承なさいますか？なかなかの力を授かって生まれそうですな。引き継ぐスキルをお選びください。なかなかの力を。では
始めるといたしましょう。I should have wrote this down. Forgot to write down which personas I needed. Sorry. ご機嫌。依頼を受けていた。おや？それでは。ようこそベルベットルームへ。これまでの歩みでございます。私、特別なペルソナをご所望。合体するペルソナをお選びください。どのようなペルソナをご所望ですかな？合体するペルソナをお選びください。I'm gonna have to repurchase fortune. 特別なペルソナ。こちらでよろしいですか？これまでの歩みでございます。こちらを引き出すのですね。内なる力を。どちらにいたしますかな？ Sorry, I should have done this beforehand. I forgot to. Let's see. Chariot, fine. Magician, fine. Fortune, despot. Emperor is fine. You got devils, I need to replace you, probably. Chihiro, that's justice. I do have justice, that's fine. Chariot, yes. Fortune, yep. Justice, yes. Temperance. Just use that. Justice, yes. Moon, good to have. Emperor, good. Okay, yep. Alright, so. Yeah, cool. I just need to get rid of the Hierophant. I don't need that.For a bit. And I need double. I don't think I can get double from the card easily, so. ようこそベルベットルームへ。これまでの歩みでございます。こちらを引き出すのです。内なる力を。おやめになりますか？また。Right, I'm gonna hope that I have enough math to get to the 100k that I need. お疲れ様です。Because I had to resummon a lot of personas.
ところで、どれだ？いくつ売るんだ？いいんだな？わかった。引き取る。いくつ売るんだ？いいんだ。ああ、引き受けた。いくつ売るんだ？いいんだ。ああ、引き受けた。いくつ売るんだ？それ、ああ、引き受けた。いくつだ？いああ、引き受けた。いくつだ？いいんだ。ああ、引き受けた。いくつ売るんだ？いいんだ。ああ、引き受けた。いくつだ？いいんだ。ああ、引き受けた。いくつ、それを、わかった。引き取ろう。いい、わかった。引き取、いくつだ？ああ、引き受けた。いくつだ？いいんだ。ああ、引き受けた。いいんだ。わかった。いくつだ？いいんだ。ああ、引き受けた。いくつ売るんだ？いいんだ。わかった。引き取、いくつだ？わかった。引き取、いくつ売るんだ？わかった。引き取ろ。いくつ売るんだ？ああ、引き受けた。それ、わかった。引き、いくつだ？わかった。引き取ろ。いくつだ？いい、わかった。引き取ろ。いくつだ？それ、ああ、引き受けた。いくつ、そ、わかった。引き取ろ。いくつ売るんだ？そ、ああ、引き受けた。いくつ、そ、わかった。引き取、いくつ売る？そ、わかった。いくつ、そ、ああ、引き受けた。いくつ売る？そ、わかった。引き取ろ。いくつだ？い、わかった。引き取る。用は済んだのか。また来い。ごきげんよう。依頼を受けていただけます。お待ちしておりました。行く手に歯向かい流れてくる階段、これがエスカレーター。シンプルでありながら見た目以上の消耗を強いられる試練。良い子の皆さん、エスカレーターの逆乗りは大変危険です。おや、良い子の皆様が危険とのことです。我々も注意してまいりましょう。そしてこれは、足元にお気をつけください。この先に落とし穴がございます。こちらでございます。柵で囲まれたこの中心にでございます。目を引く看板で囲んだ上、立ち入り禁止の文字ですが、人は往々に禁じられたものほど触れてみたくなる。落とし穴は隠すものという常識を逆手に取った高度なトラップでございます。流れる足場に加えて心理トラップを組み合わせた落とし穴、町の治安を守るとはかくも大変なことなのでございますね。私、胸を打たれております。この町を愛する見知らぬどなたかの思いをかみしめつつ、それでは参りましょう。これは、このかぐわしい香りは、まさか。はあ、驚いたわ。この具の秘密、匂いだけでわかるんか。姉ちゃん、だてにおもろい格好しとらんな。ま、たこ焼き屋はたこ以外焼いたらあかんなんて法律あらへん。で、チートこうたってや。ほっぺた落っこちてまうで。ほっぺたが落ちる量、現実には非常事態のような気もいたしますが、ぜひとも体験してみたく存じます。ですがあいにく持ち合わせはこちらだけ。これでどうにかお売りいただけるでしょうか。私、実際にほっぺたを落としている方をお見かけしたことがございません。おそらく市井の者にはやすやすと手出しできない価格は。よく見ましたら1パック400円。それでは2パックほどお願いいたします。はい、おおきに。また来てや。
このプリプリした表皮に覆われた独特の食感は間違いなくあれ。よもや食材として出会う時が来るとは驚きでございます。人は知った物事を意図して忘れることはできぬ定め。僭越ながらこの世には知らない方が良いことというのもございます。この近辺にはまだまだ飲食の場がある様子。はしごというのをしてもよろしいでしょうか。まずは漫画喫茶と呼ばれる場所にあるドリンクバーなる食材から参りましょう。混合比によって無限の味が生み出せるというドリンクバー、想像しただけで心持ちが高ぶるのを感じます。ふう、なるほど。なんとまあ、これは甘った。これでこの辺りの料理は全て食べ尽くしたようでございますね。どうかなさいましたか。思えば7食目あたりからあまりお箸が進んでおられないご様子でしたが、ともあれ本日は文字通りの美味しい体験をありがとうございました。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。私からのお願い。素晴らしい素晴らしい、ふふ。それで、それじゃ、はいはい。さて、よし。それじゃ、メール、何か急ぎで連絡つけたいから私のとこにも、だって。岩戸台の駅前に来てくれって。あいつ部活休んで何様ねえ。お、うまい。なんでダッシュ。優子怒ってたの。ここんとこ俺休みが多いから。検査の結果、その本当はこの間話しとけば、膝周りの筋肉とか腱が炎症を起こしてるって。このまま練習を続けたら俺歩けなくなるって医者に言われた。練習で無茶しすぎたんだと。冗談じゃねえ、勝ちたくて練習するんだろうけど。
そうだよな、根性だ。1分1秒惜しいんだ。休んでる暇なんてねえってのに。来年の選考会で勝って日本一になるって俺は約束したんだからよ。それは俺だけの問題じゃねえから。姉貴んとこの甥っ子が事故で足の骨やっちまって歩けなくなっちまってな。だけどリハビリすりゃ少しは歩けるようになるはずなんだ。なのにリハビリは痛いから嫌だとか言いやがってよ。まだ5歳なんだぜ。これからいっぱい楽しいことあんのに。それで甥っ子と約束したんだ。その笑うなよ。俺が陸上で日本一になったらリハビリするって。だから全国大会に出るためにも来年の選考会に勝たなきゃならねえんだ。心配してくれんのは嬉しいけどよ、そうも言ってらんねえ。なんか悪い、呼び出しといて重苦しいことベラベラと。一人で溜め込むのしんどくてよ。お前しか話せるやつ思いつかなかったから。優子、ああ見えて勘がいいからなんか言われるかもしれねえけど、鹿として俺に触れよ。お前を巻き込んだりしねえから。君か。悪い、俺やっぱやめとくわ。俺予備校の見学行くんだった。忘れてたよ、ごめんな。だからラーメン食ってる場合じゃねえの。進学とか大事じゃん。お前将来のこととか考えてるか。マジかよ、さすがだな。俺さ、将来とか全然考えてなかったけど、エミリが負け組になるなって言うんだ。将来っつったら漠然としてっけど、とりあえずは大学だよな。やっぱエミリのクラスは進学率すげえんだって。エミリ、俺との将来のこと、俺としちゃお前にも将来考えてほしいわけ。お前が負け組にとか俺嫌だもんよ。だからさ、ちょい真面目に頑張ろうぜ。じゃあな。
おかえり。これで2年生は全員だな。つかこれ何の集まりなんすか？ああ、山岸に寮の設備を案内しようと思ったんだが、君たちの入寮時にはろくに説明もできていなかった。すまないが、この機会に君たちも案内させてくれ。いや、俺らここ来てだいぶ経つし、別に大丈夫っすけど。てかあんたが一番心配だし、適当に使って散らかしたり備品壊したらみんなが困るんだからね。いや俺普通に使えてるっしょ、むしろガイドできるっつの。それは頼もしいな。だが少し付き合ってほしい。増員に合わせ手を入れたところもある。お、マジっすか。もしかして温泉とかカジノとかできてたりして。アホか。ま、見てのお楽しみだ。では始めよう。山岸、ついてきてくれ。あ、はい、よろしくお願いします。ここが共用のキッチンだ。え、すごい片付いてる。っていうかこんなに広かったんだ。早々に整理するつもりが、4月のシャドウ襲撃、その後の調査などで手がつけられなかった。これで使い勝手が良くなるだろう。調理器具、食器の類は自由に使ってくれ。皆さん、食事は自分で作るんですか？秋彦は時々何かしているようだが、私はあまり作らないな。昔は一人、よく自炊している生徒がいたが。ちなみに俺はお湯沸かすぐらいだけど、お前は？栄養とか考えると自炊するに越したことないもんね。でも実際やるとお金かかるし、材料を使い切れなかったりで。すごい、ゆかりちゃん料理できるんだね。え、あー、できるってほどじゃないよ。ここんところ全然だったし、たまにひどい失敗とかもするし。でもこれだけ広かったら誰かと協力して作れるかもね。手間は半分、美味しさ2倍みたいな。今度やってみようかな。さて次に移ろう。ここはいつものとこっすね。ラウンジは説明するまでもないか。あれ、 DVD プレイヤーじゃん。いつの間に。私が持ってきたの、家に置いてあったのだからちょっと古い方なんだけど。ううん、元は壊れてたやつだし、お礼なんて全然。でも直したらまだ使えそうで、みんなに使ってもらえたら。ここのソファ結構くつろげるし、ゆっくり見たいときは良さそう。だったらこっちで見ようかな。部屋で一人で見るにはちょっとあれなやつとか。お、やっぱゆかりっちホラーとか NG なわけ。意外とか弱いとかあるよな。いつもの感じからは想像もつかねえけど。それどういう意味？あ、いや、そういう意味つか、そういう意味じゃなくてですね。いい度胸してるね、純平。次のタルタロス、背中に気をつけなさいよ。ゆかりちゃん、目が怖い。では、一階はこれぐらいにして、次に行くとしよう。そうだ、霧城先輩。奥の棚に並んでる本、お借りしていいんですか？もちろん構わない。寮生の寄付で置かれた本だが、私も時々利用している。ここ静かだし、椅子もふっかふかで結構好きなんだよな。居心地良くて、つい遅くまで読書に勤しんじゃったり。あんたはどうせ漫画でしょ。漫画だって立派な読書だよ。
私もここで読もうかな。ラウンジは人の出入りも多いし、このスペースは穴場かもね。何にせよ好きに使うといい。どんな本も人生の視野を広げてくれる。うっす、視界は良好っす。だが、イオリ、読み終えた漫画は棚に戻してくれ。机や椅子に平積みのままではな。うっす。はあ、純平が散らかさないようにあなたも見張っててね。さて、上に行こうか。屋上への出入りは禁じていたが、今は開放している。ここで家庭菜園を始めたいと理事長が言い出したんだね。へえ、こんなのできてたんだ。これで野菜育てるの？てかあの人、野菜を食べ野菜とか言ってそう。間違いねえ。しかも自信満々の顔でな。今は君が管理しているそうだが、なかなか手が込んでいる。理事長が君に託したのは正解だったな。でもこれ、一人で世話すの大変じゃね？意外とコツコツやるタイプ？まあでもちっと楽しそうだよな。頑張って山ほど収穫してサラダで血液サラッサラだみたいな。はあ、そのノリであんたも手伝ってあげたら。こういうものは手をかけた分だけ応えてくれるという。誰かしらと協力すればより良い実りがあるんじゃないか。私ちょっと興味あるな。ここの説明は以上だ。下に降りよう。と、これで一通り案内できたか。改めて説明されると使ってみようかなって気になるかも。あなたは大丈夫？わかんないとこなかった？それはよかった。心地よく過ごせるよう願っている。互いを思いやる配慮があれば誰にとっても過ごしやすい場所になる。何かしたいことがあるときは誰かに声をかけてみるのもいい。せっかく同じとこに住んでんだし、その方が楽しそうっすね。こういうの初めてだから少しドキドキするけど、皆さんと一緒に頑張ります。それでは改めてこれからよろしく頼む。素晴らしい。楽しみ。私からのお願いです。素晴らしい。お見事でございます。それチョクチョクか。
Oh, so that's why you planted the next day instead of immediately after. Oh, dang. I was wondering why, like, why don't we just replant the same day? This is why, because tomorrow is harvest. もし手伝えるならって思ってネットでいろいろ調べたんだ。お花とか好きなんだけど、ほとんど切り花しか触ったことがなくて、ちゃんと土で育てるのいつかやってみたいと思ってたの。ごめんね、一人ではしゃいじゃって。もう少しだけ作業しようか。私お水汲んでくるね。これで良さそう。またお手入れするとき誘ってもらってもいいかな。いろいろ調べておくから少しは力になれるかも。それじゃ。あっけ。の部員じゃないよね。山岸さんの知り合い。I'm trying to remember. I don't remember his social link at all. 話してた。ああ、じゃあ彼は君のこと山岸さんから聞いてるよ。新入部員の宛てにってなんとなくあなたの名前出したとこなの。あなたの方から来てくれるなんてすごく嬉しい子さん。あの僕。平賀圭介、よろしくお願いします。圭介先輩、しっかりしてくださいよ。お願いされる方なんだから。部長でしょ。そうだよね。相変わらずですね。山岸さんも復帰して新入部員も増えたか。僕ももう少し部活やろうかな。 Yeah, I do not remember his social link at all. I can't remember what the outcome was.受験ですよね。いや、あの、そんなことよりもさ、君って美術できる人？ Not really. Something matters for the first time. I know. そうか。じゃあ逆に僕らが教わる機会の方が多いかもね。
ここでこうして会えたのも何かの縁だと思うし、席を置いてくれるだけでもいいんだ。いいよね。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝運命のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。一応ここの出入りは部活関係者のみってことになってるから、入部届だけは出してね。うちの部の活動日は火、水、木曜日だよ。テスト前の何日かは活動停止になっちゃうけど、おとなしく家で勉強しろってことだね。基本自由参加だけど、たまには顔を出してよ。まさか同じ部活になるなんてね。じゃあ早速手続きしてもらって、よろしく。帰ったか。素晴らしい。楽しみ。依頼を受けていただけます。それでは。おはようございます。こちらエリザベスでございます。お話がございますので、ベルベットルームまでお越しください。あなたにとりまして重要な件と存じます。ではお待ちしております。そうやさ、お待ちしておりました。それでは。ご機嫌。依頼を受けていただけますか。それで。もういいのか。また来い。So that's why we go there. It's not even optional. Well, I guess it's optional, but might as well rescue them. There's no reason not to. So, what did I want to do? Kisuke.
First things first. そろそろ今日は上がろうか。みんなお疲れ様。お疲れ様でした。お疲れっす。じゃあ片付けて帰りますか。痛みの原因を明確にしておいた方がいい。重大な病気の原因である可能性もあるからね。頭の他に痛いところはない？鼻や喉は大丈夫？頭の上を押さえつけられてる感じ？ Oh wait, I think I remember. It was like some, I think it was something about him becoming a doctor versus artist. I think that was it. ああ、また始まっちゃった。ケイスケ先輩の問診攻撃。山岸さん、当分返してもらえないわよ。具合悪くしてる人を見つけるといつもああなの。I think he's from a family of doctors. ああなると長いんだよね。大病院の一人息子なの。病人を見るとほっとけないんでしょうね。I don't remember it now. 多分どっかの医学部志望なんでしょ。後頭部から首筋にかけて痛む？後ろ向いてくれる？心配ない。ただの緊張型の頭痛だよ。すごくひどい肩こりってところだね。パソコンに向かってることが多いっていうし、運動不足なんだろうね。美術部の僕が言うのもなんだけど。ただの風邪だと思ってたんですけど。心配なら触診もしておこうか。上着脱いで胸出して、あと口開けて舌を見せてくれるかな。え、いや、あの、大丈夫です。寮近いですし、彼も一緒ですし。ああ、ごめんごめん。で、君たち寮生なの？山岸さんはしっかりしてそうだから想像つくんだけどね。炊事とか。君も洗濯とかしてるの？一人で寂しくない？あ、ごめん。山岸さんの症状のこと無視しちゃって。近いって言っても歩くと距離あるんだし、大事を取ってタクシー呼んだら？揺れると頭に響くだろうから、ファイヤーの方がいいと思うけど。大丈夫ですから。帰ったか。小説ってよく読んだりする？ちょっと怖いな、その答え。 SF 好きの人ってコアな人が多いから、そんな風に言う人に限ってたくさん読んでたりするんだよね。あ、ごめんなさい、読んでる最中に話しかけちゃって。せっかくの機会だし、
読み終わったら感想を聞かせて。あ、もうこんな時間。リーダーは、え、すごい、もうそんなに読んじゃったの。あれ、私もこんなに、いつもより集中してたのかな。本を読むときって一人が当たり前だと思ってた。でもあのね、よかったらなんだけど、またここで一緒に読まない？こうやって誰かと一緒だと、もっと深く本の世界に浸れる気がして。私、時間があるときはここにいるから、声かけてくれたら嬉しいな。じゃあ今日はこれで、おやすみなさい。お疲れ様です。せっかく来てくれたのに悪いが、今日の会議は手短に済んだから、もうみんな帰ったぞ。うるさい外野がいなくてちょうどいい。ああ、今日中に片付けたい作業がある。例の男子トイレの吸い殻の件、被疑者候補の割り出しを急がねば。見ての通り、定例会の実施は不可能だ。君も帰ってくれて構わない。そうか、時間に余裕があるのなら、少しだけ昔話に付き合ってくれないか。地位も名誉も学歴もない男は、何をよりどころに社会貢献に努めるか、真心だとある男に言われたんだ。その男が今どうしているか教えようか。ある報道番組の取材中に、女性レポーターが局側の過失の事故で負傷した。不慮の事故として扱えと指示を出したのは上層部のお偉方だったんだが、事実の隠蔽を週刊誌に嗅ぎつけられると、局は番組担当の構成作家を担ぎ出した。現場の判断で事実を隠蔽したとね。トカゲの尻尾切りってやつさ。僕に真心と真剣に話してくれた彼は、業界から追放、生涯の天職を失った。永遠にね。この社会での弱者は強権者の糧も同然だ。真心では、綺麗事では勝ち残れない。僕はね、弱者を出さない組織を作りたい。そのためには強権者をも裁くことのできる絶対的な秩序の構築が不可欠なんだ。さて、作業は一段落したし、
玄関までだが一緒に行かないか。おかえり。Okay, 619. Okay. Oh, I thought it was something different. Also, this is...といいか。今夜急に理事長が見えることになった。帰り次第4階の部屋に集合してくれ。はい、わかりました。じゃあ伝えたぞ。なんだろうな、急に。新作ダジャレのお披露目会か。そうね、でもちょっと気になるし、今日は寄り道しないで帰ろうかな。コロちゃん、コロ、お手、コロマル。おお、したした、賢いぞ。あ、おかえりなさい。ベストボーイ。おかえり。どうぞ、ほら、コロちゃん、ご挨拶できるかな。コロマルっていうの、いつもは神社の階段のとこにいて、狛犬みたいにじっとしてるんだけど。ふん、この犬相変わらず一人で散歩してんのね。一人で散歩？あ、その犬はね、長泣き神社の神主さんが可愛がってた犬なのよ。この道は夕方に必ず散歩するお決まりの道でさ。だからここにいたんだ。まあ生前の話だけどね。え、生前？あれだ、聞きたい？そうね、半年くらい前だったかしらね。神主さん、お散歩中に事故で亡くなってね。それからっていうもの、その犬決まった道を散歩する以外、事故のあった場所から動かないのよね。無理にどこかに連れてくわけにもね。だってこの間もうちの息子がね、あら、いけない、こんな時間息子が帰ってきちゃうわ。中堅なんだ、泣かせるじゃない。このあれ、この子どうしたの。ううん、ごめん、気のせいだったみたい。あ、それより今日って確か理事長が来るって。私たちもそろそろ中に入ろう。そうだね、コロちゃん、またね。いやー、どうもどうも。調べ物に答えが出そうなんで、いち早く伝えようと思ってね。例の満月に出るシャドウの件だよ。ちょっと面倒なんだが、よーく聞いてほしいんだ。実はシャドウはその性質によって12のカテゴリーに分けられる。
このことはだいぶ前から分かっててね、生物学の何かや何目みたいなもんだ。でこれまで出現したシャドウをこれに分類してみると実に興味深い。 なんかテンション高えな。あの続きお願いします。あーおっとすまない。でだ、これまでのシャドウ4体は現れた順にカテゴリーの1から4だと分かったんだ。見た目は大層特別だったが、連中にもこの分類は当てはまるらしい。それってなんかすごいことなんすか？そうか、つまり大きなシャドウは全部で12体いて、残りがあと8体ってことですね。さすが山岸くん、飲み込みが早いんだから。へえ、そうなんすか。実際シャドウって何がしたいんすかね？いい質問だね。実は目的がよく分かってないんだよ。連中は獲物を殺さずに精神を食らう。捕食には違いないが、生き物のようにただ繁殖するのが目的なら遠回りすぎる。シャドウは総体として何を目指す存在なのか、その辺は研究中なんだ。面白いですね。ただシャドウが何であっても、残りも全部倒すだけのことです。そうだな。連中の目的が何であれ、全て倒すしか今は対処のしようがない。あと8体か。相当だな、それ。データでは来るたびに強くなってます。こちらも力をつけないと。なんとかするさ、時間は十分ある。タルタロスか、なんであんなものがあるんだろう。印にサインでも。これも有名ぜってやつ。プライベートなんてありゃしない。ジカネット田中って聞いたことない？昼間にやってるテレビショッピングの番組の。私はどういうこと？私が田中。知らない人からも呼び捨てにされっぱなし。一度もらった4万円は返せないけど、その名刺にサインしといたから取っときなさい。来年にはプレミアつくわ。それじゃあね。なんなのあのガキ。私の時間給いくらだと思ってんの？こんなことならもうちょい踏んだくってやれば。え、な、何あんた、そんなとこに突っ立ってんじゃないわよ。あんた、聞いたのね。私の大きな独り言を聞いちゃったのね。忘れなさいよ、それがあんたのため。私これでもタレント事務所所属だし、半分芸能人みたいなもんじゃない。イメージってのがあるから、金騙し取られたとかガキって言われたとか言いふらすんじゃねえぞ。ん、
馬鹿正直は文字通り損しちゃうわよ。人を疑うってことも覚えないとね、坊や。とまあ、いろんなこと言っちゃったけど、さっきの黙ってて欲しいのお願いよ。なんなら靴舐めちゃっていいわよ。それって黙っててくれるってことよね。約束したわよ。嘘ついたら針千本よ。口約束でも今のは契約なんだからね。契約不履行したら賠償請求よ。ちゃんと覚えたわよ、あんたの可愛いお顔。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝悪魔のペルソナを生み出せしたき、我らさらなる力の祝福を与え。即戦力にはならないけど、あんた磨けば光るかもしれないわよ。私割といつもここで息抜きしてるから、ステップアップしたいならいらっしゃいな。Side for good luck.
あのさ、宮本のやつ動き悪くないっすか。いつもの勢いがないよな。あんなんで選考会に出ようなんて。手空いてんなら選択手伝ってほしいんですけど。もうあの人ら逃げ足だけは早いんだから。職員室に来いだって。ああ、すぐ行くよ。あのさ、いや、なんでもない。もういい時間だし、上がりなよ。おい、一緒に帰ろうぜ。さっき先生に調子が悪いなって言われた。お前がチクるわけねえし、やっぱ顧問って伊達じゃねえのな。さすがに全然痛くないってことはないけど、今日の練習はなんとかこなせた。故障してるなら休部してもらうって釘刺されたよ。しらばっくれといたけど、今年もう3回も練習休んでんだ。今まで以上に根性出してかねえと。こんな調子じゃ甥っ子との約束が守れねえだよな。なんだかんだで最後は根性のあるやつが勝つんだよ。俺腹くくったんだ。甥っ子のためなら一生歩けなくなってもいいってよ。そん時はお前次の主将頼むぜ。なんかよ、しんみりしちまうよなこんな話。今のはあくまで最悪の場合だからな。俺は選考会で勝って、全国大会で勝って、約束を守って、膝も直す、全部に勝つんだからよ。If you wanna go
Wait, why are they recording to the rooms? こちらです、巡査。入り口の扉が半開きなのに気づいたとき、部屋はすでにこの状態でした。ご指示の通り、一切手はつけていません。Does she think something happened because it's so messy? この部屋の使用者は高等部2年の伊織純平です。携帯電話に呼びかけているんですが、実は30分ほど前から連絡がつかない状況で。迂闊でした。亮は一度襲われたことがあるのに、自己責任とはいえ、もし彼に何かあれば部長の私の責任です。キリジオさん、言いにくいことだが、おそらくこいつは。あれ、キリジオ先輩って、黒沢さん、え、ちょっと何事っすか。イオリ、今までどうしてたんだ。連絡しただろう。え、ああ、いや、エアコン壊れて暑かったんで漫画喫茶行ったんすけど、寝こけちまって。まあいい、とりあえず無事でよかった。となると残る可能性は物取りか。なぜアキスはこの部屋を選んだんだ。アキス、見てわかるだろう、部屋がめちゃくちゃに荒らされてる。学生寮を荒らすとは許しがたい狼藉だ。見つかり次第処刑だな。ならこいつを処刑するんだな。どうだイオリ、この部屋は荒らされてるか。え、いやー、なんつうか、これが私の部屋のありのままの姿というか。な、何？いや、だって暮らせないだろう、これじゃ。それに部屋の扉は開いていたぞ。それはどうせ知らないやつは来ないし、出てる間風通しよくしようかなって。無事解決だな。これ以上仕事に戻っていいか。はい。そのすみませんでした、見苦しいものをお見せして。すまなかった、私もまだまだ視野が狭いな。せめて叱ってよ。つか、部屋散らかってるだけで警察呼ばれるって何なのこの罰ゲームは。俺なんかした？したか、帰りがけおみくじが大凶だったもんな。And read with Junpei, right? だいぶ前のだし、絵はレトロっつうか。まあ古き良きってやつ。主人公の眉毛とかノリかよってくらい不定し。お前こういう昔の名作ってどうよ。ノリだけに、味付けノリ的な眉毛だけに味がって説明させないでくれます。やべ、読むの止まってたわ。9回裏ツーアウト満塁、一打逆転さよならの場面、危うし主人公。お前もさっさと読まねえと俺がネタバレしちまうぞ。ちくしょう、ここで終わりかよ。もっと先まで借りとけばよかったぜ。確かここからさらに熱いんだよな、主人公のライバルがさ。また今度続き借りてくるわ。じゃ、そろそろ寝るとしますか。
何して。なんだよこれ。こんばんは。驚きましたか。しかしここは本当は誰もが毎晩訪れている世界なのですよ。何言ってんだ。あんたたち誰だよ。自分で名乗ってからが筋やろ。これ見てみ。住所、氏名、年齢、職業、もろもろ。お前で間違いないか。なんだよこの紙。どっから持ってきたんだよ。お前を恨んどる奴がおんねや。でもって復讐を頼まれとる。は、復讐？なんだそりゃ。恨んでるって誰だよ。そら言わん約束や。わしら代理人やさかいな。代理人？まさかネットで妙な噂になってる。そんな、あんなもんがマジに。もうよろしいですか。待てよ、俺何もしてねえよ。つか何の復讐だよ。何したってんだよ。さてそれは私たちには分かりません。あなたが自覚している悪意と相手が感じている悪意とは無関係。人は皆聞きたいように聞き、信じたいことだけ信じるものです。やだ、来るだよ、来るだ。素晴らしいですよ、その声。その感情こそが重要なのです。まだ死んでない。どうでもええって。わしら別に復讐が果たせればそれでええんや。それにどうせなんや、他の事件に置き換わって記憶される。予定がないのなら帰りましょう。少し疲れました。調子はどう？Yeah, I thought this would be a short stream, but there's a lot of content in between the days I'm doing. はい、みんな注目。こないだの港区絵画コンクールですが、平賀くんの作品が最終選考に残りました。すっごい。部長のは割とすごかったから入賞するかもね。やめてよ、絵筆のせいだって。僕だけ父さんのお風呂のたぬき毛の筆を使ったし、絵の具のノリが他の作品より良かったんだろ。たまたま審査員の目に留まっただけだって。ありがとう。でも美術始めてたかが2年ちょっとだよ。そんな僕が最終選考だなんて。自信を持ってください。平賀部長は頑張ってました。遅くまで部室に残ってたのみんな知ってますから。部長なのにね、僕みんなに励まされっぱなしだ。ごめんね、新入部員の前でみっともないよね。こんな頼りないやつだけど一緒に頑張っていけたら嬉しいな。
だから美術やるだけやってみようかな。ああほらもう下校時間だよ、みんな帰ろう。なんて説明すれば。呼吸が荒いな、唇の色も良くない。昨日は何時に寝た？お昼はいつもどんなの食べてる？そういえば朝飯食ってなかった。うん、そっか、やっぱりそうだ、偏食による貧血だね。ファーストフードばかり食べてるらしいから、牡蠣やアワビとかも食べるといいよ。鉄分が豊富だし、いろんな調理法があるし。やめてよ、そんな大げさな。このくらい常識だよ。医者の息子とか関係ない。僕、彼を保健室に連れて行くよ。みんなは先に帰ってて。お客さん、一名様で。こいつと同じの。ああ。え、毎度、特製一丁。またそれか。よく飽きもせず同じものを食えるな。うるせえ。飯とプロテインを並べて食う野郎に言われたくねえぜ。特製お餅。ああ、どんぶり熱いから気をつけて。まだ迷ってるのか。そういう話かよ。今年になって新人が一気に4人加わった。俺たちの活動はお前がいた頃と様変わりしてる。興味ねえな。戻ってこい新人。その力無駄にするな。無駄でいいんだ。新人、俺はもう力を捨てたんだ。戻る気はない。またそれか。いつまで縛られてる。いい加減忘れろ。過ぎたことだ。過去に縛られてるのはてめえも同じだろう。何？同類なんだよ、俺も、てめえもな。おい、新人。君か。え？Every day, we aspire, we'll never expire.
画用っす。大丈夫だろうしな。それに僕、美術のことそんなに。君、いつからそこに。もしかして聞いちゃった？今の。あ、やっぱり聞かれちゃってたか。父さんがね、部活をやめろって言うんだ。進学するんだからそろそろ勉強に専念しろってさ。最終選考に残ったことを教えたらさ、喜ぶどころか父さんこう言ったんだ。いつまでも遊んでるんじゃないってさ。僕は長男なんだから病院を継ぐのが当たり前だって。父さんは僕のことなんて考えてくれない。病院の方が大事なんだよ。みんなだってそうだ。病院の息子だから医学部受験して将来は医者になるって決めつけて。僕には僕の考えがあるんだ。実際たまんないんだよ。そうだよ、僕には考えがある。それを伝えなきゃ。そうだね、君の言う通りだ。決めた。僕、父さんと勝負する。入賞できなかったらその時は父さんの言う通り部を辞める。でも僕が賞を取れたら好きにさせてもらう。帰ったら父さんに約束させるんだ。あのさ、このことはみんなに内緒にしてほしいんだ。退部するかもなんて心配させたくないし、二人だけの秘密にしておいて。悪いけど今日は休むってみんなに伝えてくれるかな。今日中に父さんを説得したいんだ。それじゃあね。おかえりなさい。そんな感じで。では。そうそう。お疲れ様です。ありがとうございます。
お店空調効きすぎじゃないですか。さっきからなんか頭がクラクラして、最近体調が良くないんです。今日もお昼残しましたし、風邪かもしれません。すみません、薬局に寄ってもらえないでしょうか。お薬買うだけですから、ちょっと待っててください。こんにちは。今って学校帰り？え、なんですか？君かわいいね。横側もいいけど、正面から見ると超メガネ美人。よかったらさ、近くのカフェでお話ししない？私。ああ、そんなビビんないでよ。お兄さん傷ついちゃうな。もしかしてこの子の連れ？ち、フリーじゃねえのかよ。先輩って普段物静かですけど、ああいう怖い顔もするんですね。でも悪くないと思います。どうしたんでしょう。私急に苦しく。先輩、私本格的に風邪をひいたみたいです。顔が赤いの自分でも分かります。さっきは助けてくれてありがとうございました。失礼します。おはようございます。こちらエリザベスでございます。またしてもタルタロスに迷い人がいらっしゃいますので、ご連絡差し上げました。今回は2人のようです。お早めの捜索をお願いいたします。それでは失礼いたします。
お疲れです。帰りの道中で定食屋に寄りませんか？ありがたき幸せ。ちょっと相談したいことあるでござる。何を隠そう、相談したいこととは、拙者近々母国に帰る日が来るやもしれぬでござる。今までおば上の助けがあって留学できてたですが、拙者のおじ上は拙者の留学をよしとしません。早く帰りやがれとゴロつきのように言ってくるです。もし母国に帰ってしまえばおじ上に捕まえられて、もう二度と日本に来れないやも。そう言ってくれるか。まったくもって日本いたいです。拙者日本に骨をうずめると心に誓ってるです。されどいくら拙者が日本にいたいと言ったところで、拙者おじ上の援助なしでは生活すらままならぬ身。せっかくお主と袖触れ合えたのに、このまままたねするわけにはいかないでござる。もうじきまたねの時間でござる。また同好会で会いましょう。時間なら人が少ないのでちょうど良さそうです。それで今日は相談事がありまして。ありがとうございます。友達の女の子の話なのですが、最近よくお世話になっている男の人がいるそうです。相談に乗ってもらったり勉強を見てもらったりしているようで、最近ずっとその人のことを意識してばかりだとか。こういうのってその恋愛感情なのでしょうか。先輩、先輩にそう言われたらなんだかそんな気がしてきました。そうだといいな。で、その子は重いそうな気がします。ありがとうございました。先輩のおかげで少し考えがまとまりそうです。友達がですよ。相談を持ちかけてすみませんでした。
事にも真面目に付き合ってくださって優しすぎます。そろそろ行きましょうか。そうだ、最近男性恐怖症少しずつマシになってきたんです。まだ面識のある人しかダメですけど、少しなら男の人の目を見て話せます。先輩ならもっと大丈夫だと思います。 あまり怖いことじゃなかったら いいですよ。ゴツゴツしてて力強くてあったかいです。 なんだか恋人同士みたい。すみません、私なんておこがましいことを。その帰りましょうか。そしてどの選手も強いのは間違いないが、ファイトスタイルは様々だな。お前はどういうタイプの選手が好みだ？どんな劣勢も一発で逆転する破壊力は確かに魅力的だ。アマチュアはヘッドギアがあって難しいが、 KO はボクシングの醍醐味だからな。こうして改めて見るとプロの試合に学ぶことは多いな。しかもここで見ればこの熱い気持ちを共有できるのがいい。時間があればまた付き合ってくれ。熱く戦う姿を見せられると俺もじっとしていられなくなる。お前も俺の部屋でバッグでも叩くか。カチサンドとメロンパン。と
揚げパンとカニパンと焼きそばパンと三色コロネと もう一個揚げパン食べたけど、でもやっぱり日本人は米でしょ。さすがに炭水化物取りすぎたかも。腹にたまる。今日さ、クラスの女子に言われたよ。一緒に海牛に行ってたイケメンは誰って紹介してって、一緒にご飯行きたいって。僕抜きで世の中の女子ってば、チミとか僕の弟とかやっぱりイケてる子が好きなんだよね。死んだらさ、焼かれて骨になって壺に入って、そしたらイケてるとかさ意味ないの。あー、ダメだ、まただ。昔のことを思い出すと異様にお腹が空いてくのはなぜ。ヘイマスター、カツアゲ定食追加。定食が来るまでにここで川柳をば。カツアゲはされるとつらいが揚げたてぬ。カツはうまくてうまくてうましゅぎ。ポンポン、エマージェンシー。間髪、あと数センチお便器さんが遠かったらって思うと、ずいや大丈夫、心配いらない。僕ってばいたって正常よ、体重と体脂肪以外は。僕ってば今グルメキングらしからぬお下品な単語を。チミ、まだ食べてる途中なのにお便器って。うはは、また行ってしまった、ごめんして。さあ気分直して食べよっか、一刻も早く。あと何食できるか分かんないもんね、生きてるうちに。死んだら食べれない。うちの弟みたいにさ。Okay, and then 6:29. So this is when once we go to Tartarus. So I will. This will probably be the end of stream once I get to that point. Ohayo. Jigyo, hajimemasu yo.Time to do some double checks real quick.
素晴らしい。楽しみにし、依頼を受けていただけますか。それで、先日報告した、あえて交渉するが、男子トイレのタバコの吸い殻の犯人発見次第即刻退学処分にするというのが先生方の意向のようだ。え、まあ、学校の評判にも影響があるし、この件に関してはまた報告する。以上だ。退学か。君はさっきの定例での僕の報告をどう思う？喫煙者の退学処分について。Who said it was expulsion? Oh, the teachers. 僕もそう思ってるんだ。犯人の割り出しは当人を詰問して犯行の再発を防ぐことに意義があると思う。更生のきっかけになってくれればと淡い期待もしている。秩序を乱す輩への処罰に同情の余地はないが、不出来な生徒を切り捨てることがより良い学園生活に帰結するのか。弱音を吐くなど僕らしくもない。迷いが生じるのは僕に力がないからだ。今回の件で教師からの期待に応えて信頼を勝ち取れば僕の発言権も強まる。見ていてくれ、僕はのし上がってやる。僕は残って作業をする。割り出した被疑者候補をリストにする。もう帰りたまえ。気をつけてな。あの、ごめんね、風花、いきなり呼び出しちゃって。ううん、気にしないで。で、話って何？あのね、風花のスキルを見込んでね、ちょっと頼みたいことあるんだけど。前学校のこと調べた時に分かったんだけどさ、10年前結構な数の生徒が一度に理由なく不登校になったことがあってね。しかもそれよく調べると本当に不登校だったのか怪しくてさ。風花知ってた？え、あまり詳しくは。今さらだけど気になんない？シャドウが現れたのって昨日今日の話じゃないっていうし。え、それってつまり。わかんないけどどうも引っかかるの。それに言いたくはないけど、霧城先輩ってタルタロスの話になるとちょっと様子おかしいし。そうかな。事件のことは詳しく知りたいの。関係ないならないでいいし。うん、そうだね、分かった、調べてみるね。キミカ、おかえり。 OK、 Saving。揃ってるよ。ありがとね。ありがとね。いら。
ありがとう。ごきげんよう。私からのお願いです。素晴らしい。これはお恥ずかしい。感謝いたします。それで、well, it's a good place to stop. Next time I'll be going into Tartarus, so it's probably gonna be a little short, probably just a level grind stream a bit, because it just seems to be like rescue the missing people and then that's it. So a lot of it's probably just be after doing that, just level up, grind, get personas that you don't have already and all that, etc. So yeah. Anyway, thank you guys for watching and I'll see you guys next time.